さあミニクラス旋回スピード 4.0 が先行の基準タイムとなります。 47.25 を目標に走っていただきます。そして2位以内に入ること。さあもうしっかり引きつけて、ここは拒絶の手が1回上がってしまう。そうしこちらがね、このファイナルを元気よく気持ちよく走っていただきたい。そうここがファイナルの走りだ。そしてトンネル、ここからスラローム持ってきた。そうここで中央を送り込んで、さあここはスピードが上がってくる。エアフレーム、ここでエアプレーをしてきた。いい走り続いてる。いたしましたが、はい、ゴール。タイムは42秒03。さあ続きまして、